東沢社東桃高は、幕末の岩くに反し、受学者。意名は正摘、通称は、高市一郎、郷は白佐、桃高。桃高の郷は、明治になってから用いている。天保三年十月九日、相国岩くに西君に生まれる。藩校養老館では、大草薫堂、南部五地区と並んで学内の三博士と称せられた。その後、江戸に出て、 佐藤一斉らに、陽明学を学ぶ。文久三年三月、養老館の助教に任用されるが、朱子学中心の学風と合わず、一年で辞任した。岩国藩の砂漠的姿勢に満足せず、尊能上位を唱えて必死組を組織し、クリステン山や南部ゴチクラと共に、平成改革を進める。結果、岩国藩に、正義隊、日清隊、立直隊、 高市遺体の4体が編成されることとなった。しかし、正義隊大,大使の粗暴な行動が問題になり、桃高と天山が責任を取って自首。慶応2年11月17日、両名は柱島いる罪となる。天山浜もなく柱島を脱出、ご自決する。桃高はそのまま柱島に泊まり、明治2年秋、母親戦争での正義隊の活躍もあり、許された。 明治3年10月、豪を白砂から桃高に改め、保津村に桃高塾を開き、明治17年までの14年間、後進の教育に尽くした。現在も保津に記念館がある。明治44年、聖後位を追贈された。東桃高、クリステン山、南部五地区を岩国では三種と称する。彼らの活躍を後世に伝えるべく、明治十五年藩校及び、 旧藩有志により、吉光神社境内に、三子聖虫の石踏みが混流された。田尻左辺、増意書見伝造保板上特使増意年表 P30。ありがとうございます。